高瀬真也さんエキゾチック神戸。昨年は高瀬真也さんにとって思い出深い年になりました。エキゾチック神戸が第13回全日本音楽著作権協会心の歌に入賞しました。高瀬さんはそれを励みにさらに磨きをかけて精進してまいりますので、ぜひ皆さんで応援してくださいね。ジョイサウンドにも配信されてますし、女性の方にも人気の楽曲です。それではお聴きいただきましょう。エキゾチック神戸、高瀬真也さんです。白い夜霧に目隠しされて、青葉に近い二人の世界に、時計気にして待ってる君を、熱い両手で抱きしめるのみに、向こうから夜霧の港、エキゾチック神戸。一粒取って グラスの口に飾ってみたい。何も言わずに見つめるだけで、思いが通うパウダーガスとオーバー気づいたなって夜霧の港エキゾチック神戸。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高瀬真也さんエキゾチック神戸、聞いていただきました。